インドは山田和夫が1941年に作曲した公共組曲。演奏時間は約12分。3幕で構成されるバレエ音楽、呪縛の声楽部分を抜いて公共組曲に編曲した作品。初演は1942年5月に作曲者指揮者、日本公共楽団により行われ。 同時に日本放送協会東京放送局から海外に向けて発信された。フルートにピッコロ、クラリネット、バスクラリネット、ファゴットにホルントランペット3、トロンボーン3、ティンパニ小太鼓、大太鼓、鉄筋、トライアングル、シンバル、チューブラーベル、タムタム、タンブリン、ピアノ、言語部この箇所のみ原曲をほぼ踏襲している。まず、クラリネットと バイオリンが夕暮れキャラバンの主題を提示した後、フルートに街の女どもの踊りが現れる。その後これらの主題が変化されるが、チューブラーベルのフォルテッシモと同時に沈静化する。原曲は第2形の悪夢。フルートの即興的な助奏の後、五音音階の主部が提示される。その後これを変形させた主題がフルートとバイオリンでそうされる。 オーボエとフルートが罪像の前の主題を提示した後、第2曲の助奏主題を再びフルートがソース。弦楽器、ピアノ、フォルン、ファゴットによる激しい主題は、若い層による殺人をテーマとしている。ありがとうございます。